今回は女流立青い杯の第三曲見ていきたいと思います。黒番が藤沢女流立青い杯で、白番が上野女流規制ですね。二連星の席から始まりましたね。 で隅から抑えましたね。これややね、め珍しい手ですね。これは黒がね、わかりやすく打とうという作戦ですね。あ、この飛びがやや。珍しい手でしたね。上野さんのね、これ工夫したいってですね。ちょこ飛びはね、ちょっとこれ守れてるような気がするんでね。ちょっと気づかないんですが。 まあ、ね、一番気になるんですよね、まあ、一番硬いのはコスミ隅、まあ、をしっかり受けるとコスミつけてコスんで、まあ、こうやって上辺次上辺の打ち込みとかも狙っていくと、まあ、これ一番硬いんですがちょっと上野さんの好みではなかったという判断ですね。あとは一回桂馬今打てばねこれ受けとなる場所なので、まあ、これ一本も。 これ一本で手抜いてやっぱ左下とかも気になるのでこういうふうに足早に打つのもあったかなと思いますね。このトビは上のんらしい手でしたね右辺。右辺盛り上げようっていう広げようっていう手ですかね。で上辺の打ち込みとかも狙ってると。 でコスミが手堅い攻め方でしたね桂馬だとここ一本効かされるのが嫌だということですかね、まあ、これでまあこうですかねうんこれでちょっと。 嫌だったとということですか、ね、まあコスミであればこれに対してもう左辺は一応受けれてる状態なわけですからねちょっと強く戦っていけるとコスミの方がこの賭けに対して強く戦っていけるということですね。厳しいですねということは。 でこれは、まあ、伸びたりしたら受けれますがまた次ぐ手がね先手になるんですね切る手がありますからね。で、まあイ馬とか、まあ、こういうふうに打ってこれもなんか白結構強い形ですよね。これはさばけそうですから。 取りましたとでこれで、ね、白さばき形になりましたねでここで黒がこう解消したんですけど白の評価値が大きく上がりましたねここで白はっきり優先になったようですねここではここ受けるよりなかったんですかなかったということですね受けるしかなかったですね 絶鉄芸の図ですけど。まあ、こんな。展開示してますけど、まあこれは絶芸が示してる難しい。最善の図ですけど。まあ、これ鳥居がねま工程がないので次になりますよね。こうなった時にまあ、先ほどよりもだいぶ軽い軽いというかね。こういう捌き方もあるわけですから、だいぶ白がね。ゆとりがありますよね。 まあだからちょっと受けたくないということでこう解消したんですがどうやらここで白が優勢に早くも優勢になったようですね。ただですねちょっと優勢まだね40手とかそれぐらいなので極論を言うとね優勢というのは勝ち 優勢であることは変わりないんですが、まだ勝ちまではいってないので、まだまだ勝負はわからないですね。で、この防止がいい手でしたね。で、これが上野さんの厳しい一手でしたね。まあこれは飛びが一番わかりやすいことはわかりやすいかなと思いますね。 飛びならウ、OK、ケぐらいになって、まあ真ん中行って補強して、まあこれぐらい打てばわかりやすいかなとは思いますね。僕だったらあのちょっと読みの力がないのでこういうわかりやすい図を選ぶんですが、上野さんね強いのでちょっと切断が気になるんですが。 ま切断は全然怖くないといととうことですね。これ例えばかわからないんですが例えば捨てても、まあ、次が効いてますんでこうですかね例えばこれ取られても捨て石作戦で、まあ、これは捨てるかどうかわかんないんですけど例えば捨てても打てるということではあるのかなと思いますね。まあ、白が強くなりますからね。 実戦はもうまた戦いが始まりましたね。だ結構難しい形にはなったようですね。まあ、どうしてかっていうと白が弱い石が2つありますよねここの石は絶対捨てれない真ん中もちょっと弱いので形勢かなり難しいのかなと思いますね。 黒としてはもともと形勢悪いのでこの展開は歓迎ですからねで。お互い弱い石がたくさんある状態で今お互いの石が生きてないので攻め合いみたいな感じですね。もう評価値もですね、もうほぼ50%でしたね。もう。 傷不明ですねわけのわからない戦いになりましたねこれはすでにわけのわかんないことになってますねでこちらに跳ね出しましたねこの白がどうなるかですね で真ん中のこの黒と攻め合いになりそうですね。この黒が生きてないんでね。で攻め合いになりそうと。でツけコしがいい手でしたね。これでここに目を作りながらね黒のダメ詰めてますんで。 でここでここですね150手目で投了して白の中央ししちとなりましたこれどういうことかというとですねちょっと絶現の図見ていきましょうかここで放り込み打ってこういう状況になってますねでここまでの図示してますねこれなるほどという図で。 まあどういうことかというとまあ一言で説明するとここが真ん中石になったんですねで真ん中が石になってここら辺の締め付けとかが効いてくるとまあ、白石がたくさん来ましたよねここら辺にでどういう状況になったかというとこれお互い生き生きという状態になったんですが右下の黒がこれ全部死んでしまったんですねこの黒が全部取られてしまったので死んだのでまあ、これは取れも仕方なかった このなと分かりやすくするためにお互いダメを詰めていきましょうかこうやってお互い外からダメを詰めてこうですか。 まあこ,ういうこういうような状況になるんですがこれで石でお互い入れない状況なのでここの右下の、ね、黒が、ね、死んでしまうんですねこの状況で死んでしまってるんですね。まあ、ここは黒からここには打てないですからねこうやって雨詰まっているので取られますからね。ここには打てないので、まあ、取りに放り込みで結局ここに黒入れないわけですからこれ石という状態で。 お互い生きてる状況なんですけど右下がね死んでしまったのでこれはね取れも仕方なかったのかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。